はい、ということでね、今回はゲーム動画になります。このゲームはですね、先週の5月の3日ゴールデンウィークにありましたレゾネートさんのね2周年ゲームになりますね。引っかかる、はい、今回ちょっとね僕もあの運営的なお手伝いをさせていただいたんですけど、まあオーナーさんがねまあいろいろ派手にやりたいなって話になったんで、まあバースヘッドのねボスとミサノさんで、41さんであと 11B2 さんですね、このねマサージはちょっとお声掛けさせていただいて、まあ出店とかもねしていただいて結構ね派手めなイベントになりました。何やだもう参加者のね6割ぐらいが愛媛の人だったんでね、結構悪ふざけされたんですよね。一発目外したんですけどね、二発目をね、当てています。で結構ですね、人数はね、今回絞ったんですよね。まあ、運営をね、うまくやるためにね、60人っていう風にしてたんですけど、それで20名ずつで3チームに分けて、さらにね、スペシャルゲストのね、ボスとミサロンさんには、まあ、交互にね、いろいろ、チームに入ってもらうっていうような感じでやってたんですけど、まあそれでもやっぱ20人でねフルフィールドだったんで、結構初めの頃はね攻めがあんまりなくてね、お互いがね守るような戦いになってましたね。でここですね、ボスに気づいちゃうんですよね。実はね、この先にね、さっきの声かけてきたね、一面のメンバーがいるんでね、撃ったらやると分かったんですけど、ね、もうそっちの方に気になっちゃってね、ボスを先に倒しちゃって、その後ね、やっぱりね、やられちゃいます。撃ってきた。まあ、今いた位置ですごい見やすい位置なんですよね。うん。けど、まあ、どうしようもね、ちょっとね、ボス倒したくて、無理しちゃいました。よいしょ。で、基本的にはいつもね、スナイパーやってるんですけど、この日ね、どんくらいだろうかな、4ゲームぐらいからかな、はずっとね、電動ガンで遊んでました。まあ、人数も多かったし、スナイピングもね、大体のもう位置分かっちゃってるんでね、電動の方が面白いかなっていうんでね、電動を使ってます。で、今回使ってるのはね、G&G さんの、ARP556 の 2.0、ミサノアンバーですね。まあ、この日ね、ちょっとボスとね、ミサノさんからプレゼントということでね、固定ストック、バースヘッドさんの使ってるんですけど、そのエンドプレートですね、まあ、基本ブラックなんですけど、非売品でね、オレンジをね、いただいて、まあ、せっかくなんでね、一日使ってみようってことで使ったんですけど、まあ、カスタムもね、ほぼしてないんですよ。今やってるのが、モーターを稲妻モーターに変えて、スプリングをね、ちょっと強めにしたのかな。まあ、0.2g で大体、初速が、92とか3ぐらいかな。で、やってるんですけどね、もう全然精度いいんでね。まあ、十分、レゾネートのね、ロングレンジでも戦えるような仕様になってます。カメラ、写真撮るみたいです。で、これが最後なんですけど、スパイ戦のね、ゲーム動画ですね。はい、どうも。まあ、スパイ戦って言ってもね、いつもと違ったの人数多かったんでね、ちょっとやり方選別は変えてるんですけど、もうすでにさあどうですかね、何回か僕はスパイねやってたんで、結構みんなからね絶対スパイでしょって言われてますよね。大丈夫よ、来てくれ、うちは絶対怯えるがいい。ちょっと上の怯えるがいい、もう大丈夫だけど、でも一番に倒れてる。こうやな。会社同士で倒れてる。パンパン。パンギリギリまで、ね、みんなに疑われてます。さあどっちだ。どっちだ。さあどう。どっちだ。まあいつもはね、誰か人にねチームで選んでもらうんでね、今回僕がねこんな感じで自作でねくじ作ったんですよね。はや。まあ、本当は印刷して折りたたんだらこんな感じでね、自作のねくじができるようになってるんですけど、まあこれを使ってるんでね、本当に分かんないですよ、誰も。どんだけ速度を上げても、もうくじで番号を呼ばれた人なんでね、でそれもくじもね袋の中突っ込んで、手でねその人ぞれで選んでもらうような感じだったんでね。
で、まあ1回だけだとね面白くないので、みんな完全に後ろに盛り出してやるようにしてました。でこれが2回目だったんですよね。1回目でみんながヤバさ分かってるんでね、意外と進まなくなっちゃったんですよね。黄色が何？まあもう後ろいてもね、あのいる方がお互いがね、あの疑心暗鬼になってね、めんどくさくなるんで、もうどんどん前に出てます。うっあそこ抜けるようになっとるそう、抜けるようになってるよ。でまあ開始3分後にねスパイスタートなので、まあそれまではね普通のみんなねゲーム展開にはなってます。ホリー、ホリーから見て11時の方向2人おるわ。山の斜面の方、まあ、ちょうどねこのネットの下あたりに、ね、頭ぶち抜かれるわ。でちょっとこのね左から顔出すとぶち抜かれるんで、あの下のね味方に位置を教えて戦ってるような感じですね。でこれ3分経過したのでスパイのスタートになります。はい、ということでね僕がまたスパイだったんですよね。これほんとたまたまだったんでめっちゃ面白かったですね。で倒した後ねバレないように敵側に撃つようなふりして騙しています。抜けるんやなあそこ。まあこうしとかないとね本当後ろにいっぱい味方いるんでやられちゃうんでね。でここがちょっとありがたかったんですよね敵が撃ってきたんですよね。これで下がりやすくなったんですよ。ちょっと下がりたい、ちょっと下がりたい。でこう探し、あの下がりながらね結構あの味方の位置をね全部把握していってます。いやーこの時がもう一番ドキドキしますね本当に。でさらにね追い打ちで敵がね、まあ味方になるんですけどね、こうやってちょっと打ってやって多分打ち返していくだろうなと思って避けられるでねタイミングよく向こうがね打ち返してくれるんですよね。ここっすね、はい、ここでさらに下がりやすくなってこれまたね味方の位置を把握して打つ順をね今一生懸命決めてて、で順に倒していきます。ごめんなさい。ただね、ここでやっちゃうんすよね。ごめんなさい。いい感じで倒したんですけど、まあさすがにね、バレてやられちゃうんですけど、ここからが問題なんですよ。僕はちょっと先輩にやっちゃって。ごめんなさい。多分ちょっと浮いちゃった。やったね。今声こえてますからね。ごめんなさい、スパイでした。スパイだよ。ああ、ごめんなさい。なんとね味方のスパイまでやっちゃったんですよ。ごめんなさい。そうだ、忘れてる。まあ、あの参加者皆さんね、本当いい人ばっかりだったんでね、かなりいい感じで終わってくれたんですけどね。まあなんだかんだで本当ね、一日すごい楽しい、ゲームでしたね。あのボスとミサノさんたちもね、あのかなりね面白かったって言っていただいたんでね。まあ来年もね呼べたら呼びたいとこなんですけどね。はい、ということでね今回動画はこれでおしまいになります。こんな感じでね、ゲーム動画とか、レビュー動画どんどんアップしてますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。